シコルスキー R-5、国立アメリカ空軍博物館のユアハート -5、A シコルスキー R-5 は、シコルスキーエアクラフト社で製造されたヘリコプターである。アメリカ空軍その前身のアメリカ陸軍航空軍と、アメリカ海軍、アメリカ沿岸警備隊では、ニ 2S と4 3S の名称で使用された。本機は、アメリカ合衆国郵政省でも使用された。 S-51 の操縦席 R-5 は、シコルスキー R-4 よりも大きな有効積載量、長い航続距離、速い速度、高い巡航高度の能力を持つヘリコプターとして設計された。2名の乗務員がタンデムに座る、新機の長い胴体とより大直径のシュローターという、点で R-4 とは異なっていた。4機が発注された。 XR-5 の初号機は1943年8月18日に初飛行を行った。1944年3月にアメリカ陸軍航空軍は収益テスト用に26機の R-5A を発注し、最初の機体は1945年2月に納品された。この発注の後に2章の単価を搭載するための 指示下を取り付けた100機分の生産契約が続いたが、実際には34機だけが納品された。21機の R-5A に3つ目の座席、救難用ホイスト、予備燃料タンクと前輪が取り付けられ、アメリカ海軍は3機を、ニエスマイナス1として評価を行った。5機以上が、複式操縦装置付きの R-5E、4名分の座席とさらに大直径のシュローターを、 装着し、操縦量が増大した民間型の S-51 が1946年2月16日に初飛行を行った。この型の11機がアメリカ空軍の R-5F となり、90機が 43S-1 としてアメリカ海軍に配備された。1946年12月にウエストランドエアクラフト社とシコロスキーエアクラフト社の間でイギリスで S-51 を国産化して 500HP のアルビスレオニダスエンジンを搭載したウエストランドイコールシコルスキー WS-51 ドラゴンフライとしてライセンス生産する契約が締結された300機以上の R-5 が1951年に生産停止になるまでに製造されたウエストランドエアクラフト社によりかなり改造された方が ウエストランドウィジョンとしても開発された。1948年に救難任務に特化した H-5G が追加で39機、フロートを装備した H-5H 水陸両用機が16機、生産された。海に落ちた海6海のパイロットを救助する CO3S-1 その収益期間中に H-5 は世界中で救難と救命任務に使用されたが、 本機が有名になったのは朝鮮戦争における働きによってであった。戦争期間中に本機は敵の前線背後で撃墜された国連軍の操縦士を救出するためや前線で負傷した兵員を搬送するために繰り返し呼び寄せられ、これは本機の任務のほとんどを H-19 地下層が代替するようになるまで続いた。1953年アメリカ海 5機を製造。R-5AXR-5 に紹介量を加えた型。アメリカ海軍の2機の h 2 s 1を含む26機を製造。R-5A2 機の外部搭載単価を取り付けた9難機の生産型。あとに H-5A に解消34機を製造。R-5BR-5A の改造型。製造されず。 R-5CR-5A の改造型。製造されず。R-5D 前輪式降着装置。救難用ホイストを装着した R-5A の改造型。20機を改装。後に H-5D と解消。R-5E 複式操縦装置を装着した R-5A の改造型。5機を改装。後に u h 5 e と解消。 R-5 海民館型4座の S-51 を1947年に購入。11機を製造。あとに、H-5F と解消。H-5AR-5A を解消。H-5DR-5D を解消。UR-5E。R-5E を解消。H-5FR-5F を解消。H-5G4 座。 救難装置付きの H-5 回、39機を購入。H-5H 装備をアップデートした、H、H-5G、16機製造。法 2S-1 アメリカ海軍向けの2機の R-5A、あとに、アメリカ沿岸警備隊 A 上と、発注された34機はキャンセル。法 3S-1H-5F、空の大怪獣ラドン防衛隊のヘリコプターとして、 登場。悲壮本能によって、ラドンが阿蘇山に戻ったと考えられたことから、主人公たちを乗せて阿蘇山の河口を捜索し、河口内に潜んでいたラドンを発見する。地球防衛軍防衛隊の偵察ヘリコプターとして登場。第一次ミステリアンドーム攻撃前に飛来し、上空からミステリアンドームを偵察して、現地の映像を司令部に送信する。 モスラ防衛隊のヘリコプターとして登場。東京都内を進行するモスラを上空から監視する。残りの橋アメリカ海軍の砲 3S-1 が登場。主人公が登場する海級海戦闘機が海上と敵地に不時着した際、現場上空に飛来し救助活動を行う。艦隊コレクション S-51J 及び S-51J 海として登場。 作中での分類はオートジャイロとなっている。ありがとうございます。